降格争い、面白い。湘南勝ったぞ、横浜 FC 勝ったぞ、柏勝ったぞ、湘南横浜 FC 柏派？なんで？解散チームが勝つとは。悲しいな。これぞ一度萌え。新潟こっちこんな震え萌え。調査さんも同じでしょうな。残留争いの闇、J2 も徳島からすれば悪夢の展開になりつつある。J1 解散クラブ揃って勝利、ボーダー上がる J2 解散クラブ勝利、降格ライン入れ替わり、17位まで勝ち点差3、14位まで勝ち点差4で捕まる J3 解散クラブ勝利、ボーダー上がる恐ろしいリーグだぜ。J1 と J3 で同じようなことが起きてた。置き去りにならなかっただけよし。ずっとまか。新潟と京都もこっち来いよ。面白くなるな。まさに友達がこれになってたわ。おっしゃる通りでくさ。下も上も三つどもえ。みんな切ない勝利。